どうも、のりまるです。今日は2018年4月の16日、週明けの月曜日ですね。今ちょっと早朝なんですけれども、朝方ね、ちょっとバタバタすることがありまして、今の時間に、お伝えしています。まあ、どれやね、いつもの朝のチャート観察というところでお伝えしていきたいんですけれども、週末ですよね。アメリカはシリア攻撃を発表したというところで、週明けに大きく窓を開けてスタートする可能性があると。まあ、現状ね、まだ市場は閉まっているので、動いてないですけども、まあ、通常ね、まあ、大きなリスクがあると、まあ、この今の状況からすると、下方向に窓を開けてね、そこからスタートするような可能性は高そうかなといったところですけどね。実際には市場を開いてみないとわからないので、スタートしてからというところになるかと思いますけども、現状のドル円ですね、日足で見てみると、これ直近の高値ですよね、直近の高値。これが108円の手前、107.8円付近。そこまで到達して、今こうずっと押し戻されていると。日足レベルで見て、こうトレンドができてきたんだけど、ここでこう横の動きをしているっていうところですね。で、このあたり、週足のラインとか、まああるわけですけども、どこで押し返されても、まあ、不思議ではないなという位置で、まあ、週末を迎えた、週明けを迎えるというところになってくるので、これ、ね、4時間足でこうずっと、まあ、4時間足、日足レベルでこうトレンドができてきたんだけども、まあ、このあたりで、まあ、横の動きをしてきたと。で、高値、直近高値調整しに行ったんだけども、まあ、落ちてきたと。で、プラス、週明けね、まあ、窓を開けてスタート必要だと。まあ、開けるとするとね、もちろんね、上から始まる可能性もありますけれども、まあ、現状としては、明日から始まる可能性はかなり高そうだなと。で、どうなるかわかりませんけれども、ここですよね。まあ、ラインで言うと大体106.8円とか、7円とか。まあ、こういった位置が今、現状の4時間足の底、ダブルボトムを作ってくぐっと上昇していったところで、ここを下抜けるような、例えば窓開けとか、窓を開けてからの戻り売りとこ等でね、この辺りを下抜けてくると、これはまあトレンド転換ですよね。一旦の売りが入ってくる可能性はありそうなので、まあ、週明け、まあ、先週までね、こうずっと上昇してきた。これね、先々週ぐらいかな。3月の後半にこう下物をつけてからこうぐーっと急上昇していったこのチャートですけれども、一旦この辺りね、まあ、落ち着いて、一旦円高方向にね、まあ、進む可能性は、高そうだなというところですね。で、まあ、仮にね、これが、どの辺だろうな、まあ、大体106円とか、まあ、日足レベルの底、まあ、底値圏の動きですよね。例えば逆三段とか、まあ、そういったものを作った後、一回下がった後に上がるとしても、こういう重要なね、レジスタンスを突破してくるような動き、今、そんなのが、まあ、イメージしやすいんじゃないのかなと。まあ、こんな感じですよね。非常には、今現状のこのチャートを見てね、そんな感じに、見ています。まあ、とにもかくにもね、まあ、週明けの動きっていうところ、まあ、現状、最後の押し安値ですよね。1時間足レベルで見ると、直近高値付近、ここでまあ反発を見せている。ずっと上昇してきた。ここで底を作って、直近高値を抜いてきた。そんな動き、まあ、意識されたら107.5円とか、まあ、そういったところも抜けてきたんだけども、まあ、いろんなね、ものを考慮すると、このあたりから、まあ、一回、修正派に向かう可能性は高いかなというふうには見てます。なんでね、買いに下がった後に、例えば、こういったところからメガスタートして、例えばですね、まあ、窓を埋める方向でこう上昇したとしても、直近高値を超えるような力は、まあ、現状は、なさそうだなと。こういったイメージを持って、まあ、ひとまず、の、まあ、下落というところを見ていけそうな週明けにはなりそうだなというふうには見てます。その後ね、押し目買いが入って上昇するかどうかっていうのは、その先の値動きというところに注視したいかなと。もちろんね、チャートの未来は分からないので、
何が起こるかわからないと。ただ今あるいろんなリスクだったり、まあ、このチャートパターンというところを見ると、4時間足レベルの、ね、まあ、トレンド転換が、まあ、ありそうだぞと。一回これダブルボトムを作ったけど、まあ、このあたりが騙しになってね、まあ、修正派として、まあ、動いていく可能性は高そうだなと。まあ、値段としては106円とかね、まあ、目安としては、このあたり、今の天井圏ネックラインを抜けてくると、まあ、次、このあたりですよね、106.1円とか。まあ、来週はね、まあ、そんな動きが、まあ、想定できるのかなというところだと思います。ただし、まあ、この高値を超えてくると、こうですよね、まあ、次に目指すべきポイントっていうのは、108.5円とか、もう少し上だったりとか、まあ、すると思うので、ただね、こういったのが意識される、できやすい場面ではあるので、やはり、一度、こう、下がってきやすい場面ではあると思いますけども、まあ、仮に上がっていくとすると、まあ、じわ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 ね、こう、日足トレンドに乗って、こういったところまで、108円から108.5円まで、動いてくる可能性は、もちろんあるかなというところですね。まあ、チャートの未来、誰もわからないので予測しても仕方ないことなんですけども、このチャートを見ると、この4時間のトレンドブレイクから1回の収束っていうところを、まあ、狙っていった方が、まあ、現状としては、まあ、いいトレードになりそうかなと、まあ、テクニカル的にね、狙いやすいかなといったところだと思います。で、他の通貨ペアも一応見ておこうと思うんですけども、これがポンド円ですね。ポンド円。かなり急上昇してきたチャートではありますけれども、こちらも、天井圏、日足レベルのネックラインですよね。これが154円の少し手前あたり。ここでずっと、かなり強い勢いで売られてきていると。ここまでね、かなり急上昇してきているチャートで、60.8%っていうところも、まあ一旦上抜けてきてはいるんだけども、このあたりはやはり売られやすいのかなと。仮にこれもう一段階上がってね、直近高値、まだ来てたとしても、今現状でこの高値を抜いてくるような力はないのかなというふうには見てます。で、例えば4時間足で今ね、ここからね、ぐーっと上昇してきているので、ここからのその4時間足のブレイクと、まあ、ドル円と似たような形ですよね。で、修正派として、まあ、機能するとすると、こちらもね、まあ、かなり大きい動きになってくる場面かと思うので、まあ、狙い目かなと。十分に引きつけてね、今、例えばここで短期足レベルのダブルトップを作るとか、この押し安値、値段で言うと151.3円ぐらいですかね。それを下抜けて戻ってきたら、そこからの戻り売りとかね。最終的にはこの切り上げ、日足レベルの切り上げを、まあ、意識して、まあ、下がってきたらやはり一度変わりやすいですけども、高値、調整しに行って、だから切り下げの形になると、そこからはやはり売られやすいんでね。そういうところまで見ていけると、大きい動きだし、ついていけそうかなというところです。週足レベルでね、まあ、かなり急激に上昇してはいるんだけども、このあたり、まあ、一旦のこうね、調整として、ここでね、ズドンと売られた波があるので、この波に対しての戻り売りはどこかで絶対入ってくる。まあ、絶対って言っちゃいけないですよね。まあ、かなりの確率で入ってきやすい場面で、それが現状、まあ、日足レベルのネックラインだったり、まあ、直近高値だったり、まあ、そういった位置にはなってくるのかなというところですね。で、例えばね、日足レベルのこう切り上げてきてから、ズドンともう一回上昇していくとかね。このままの形で V 字回復して上昇していくっていうのは、チャートパターン的には、まあ、極めて少ないので、やはりこのあたり、直近高値から今現状の日足レベルネックラインですね。こういった位置では売られやすいかなといったところで、チャートを見ていくと良さそうかなというところだと思います。で、これ、オーストラリア円の日足ですね。こちらも、まあ、ドレーンと似たような形ですね。日足レベルのトレンドができてきたところで、直近高値ですね。この目標値。自分もね、これ、買い目でやってたんですけど、80円。ここで決済をして、まあ、様子を見ていたってところですけどね、今現状ぐーっと売られてきてると。日足のトレンドができてきて、まあ、直近高値、目標値でこう売られてきてるっていうところを見ると、やはりここもね、こう4時間足レベル、まあ、日足レベルのトレンドの、まあ、転換を見ていった方が、
狙いやすいかなというところですね。で、週末に、この高値、この辺りですよね。今戻ってきたところで売ろうかなと見ていたんですけど、結局ダラダラダラと下がってきてしまったので、まあ、短期足で見るには、かなりの勢いで、ね、落ちてきて、仮にこれ戻ってきたとしても、やはり売られやすい形にはなってきているのかなと。まあ、ネックライン等でね、まあ、何かしらの動きをしてくれれば、戻り売り狙いやすいんじゃないのかなというふうには思います。はい、こちらもね、朝、窓を開けてね、動く可能性は高そうなので、その動きを見て、まあ、仮に下窓、開けてから急上昇するような展開になるかもしれませんけども、上がってきたら、まあ、売られやすいかなというふうには思います。どちらにしてもね、週明けの値動きというところを見ていく展開にはなるかなと。こちら、ユーロドルですね。はい。まあ、前々からね、追いかけていた通り、週足レベルのこう、まあ、切り上げ、トレンドラインと、切り下げラインですね。この辺りの天井圏として、こう、まあ、持ち合いのような形になってきていると。で、直近の動きで、これ強く売られた流れの 60.8% というところで、売りのエントリーをしたんですよね。で、現状まだ、これは保有している状況。まあ、リスク回避だからね、一回、ポジションを決済して、いつだったかな、まあ、少しプラスを持った状態で、今このチャートを見ていると。で、この売りに対して、4時間足でこれトレンドをブレイクしていて、ただね、押し休めからの押し目買い、最後の押し目買いですね。これが入ってきている状況なので、まあ、上がってきたら、やはり売られやすい展開にはなるのかなと。まあ、最悪100%殺し、こういったところまで上がってきたとしても、そこから売られやすい展開で、まあ、そこで、もしくはこの切り上げ、週足の切り上げ、付近まで動く可能性は、まあ、現状は、ね、高そうかなといったところだと思います。で、この形なんですけども、まあ、週足のトレンドラインが迫っているというところで、まあ、どっかのタイミングでね、まあ、ぐーっと上昇してくるということにも、まあ、なる可能性は高そうですけども、現状はこう高値を切り下げてきていると。で、この底で、まあ、大体1.22とかですよね。まあ、そういったところまで動く可能性は高そうだと。まあ、仮にそういうふうな動きに値動きになれば、今度はね、底値圏の動きとして、まあ、ブレイクするのか、反発するのか、まあ、そういったところを見ていきたいなというところで、まあ、いよいよというかね、この週足レベルのライン、まあ、大きい動き出しになりそうなので、まあ、注目して、個人的にね、まあ、注目していきたいなと。ところだと思います。これがまあ戻ってきたら、もう一回売るチャンスはあるかなというふうには見てます。はい。とにかくもね、週明け、あと3時間ぐらいですかね、まあ、チャートが動き出す時刻になって、まあ、どうなるのか、まあ、そこを見て判断というところなんですけども、今現状の動きからすると、4時間足のトレンドブレイクからゴールドメインですね、まあ、1回の修正波というところ、まあ、狙っていきやすい形にはなるかなと。まあ、仮に、まあ、上がってきたとしたら、直近高値付近の動きというところを見てね、抜けていくのかどうなのか、サポートされ、レジスタンスされるのかどうなのか、まあ、そのところにも注目しながらね、週明けの動きについていきたいなというふうには思います。まあ、先週はね、ぐーっと上昇していくところを、まあ、きれいなトレンドができていたので、まあ、チャンスが多かったと思うんですけども、仮にこれ、トレンドブレイクをして、まあ、下落をしていくとすると、ここもね、まあ、今、天井圏からの値動きのところになると思うので、狙いやすい形になるかもしれないんでね、まあ、しっかりと狙っていきたいかなというふうには思います。最後にちょっとね、ビットコインですね。はい、これ、先日、急上昇していったんですよね。12日、木曜日だったかな、金曜日だったかな。ここで、まあ、底値圏の動きから、急上昇していったと。この3個持ち合いですね。エンディングダイアゴナル。チャートパターン的にも、まあ、どちらかに弾きっていきそうだなという、そういったところで、グーと、まあ、最近ではね、見ないような急上昇していったと。まあ、大口投資家が入ってきたのか、まあ、いろんな要素が加担したのか、それはわかりませんけども、
まあ、底値圏の時からね、一旦上昇してたと。これは事実ですよね。で、まあ、こうなってくると、これを打ち消すような下落、急激な下落になると言われると、まあ、こうなる可能性はちょっと少ないんですよね。ここまで急上昇してくると、今度はね、ある程度まで戻ってくると、こういう6.8%とかね、こういったところから、まあ、下がってきたとしても、まあ、もう一回こう、高値を抜いていくような動き、調整しに行く動き、っていうのが、予測できるので、現状としてはこのあたりが、やはり、今現状の底値として、動く可能性は高そうだなと。ただ長期足で見るとね、まだまだ下を向いている状況で、ここに今、自分ライン引いてますけど、9000ドルぐらいですよね。戻り高値。まあ、これを超えてくるまでは、やはりこう高い位置まで来ると、売られやすい展開にはなるでしょうけれども、ただね、ここまでまあ急上昇をしてくると、今度はこの売りが、安値を更新できずに、まあ、どっかのタイミングで、この9000ドルっていうところを抜いてくる可能性はあるかなというところですね。狙うとすると、以前ね、こういったイメージ書いてましたけども、まあ、下がってきたところの押し目買い、今トレンド転換の、まあ、4つ半の第3波、まあ、そういったところ、まあ、狙い目にはなるかもしれないですね。なんで下がってきて、まあ、底止まりするような値動きがあれば、例えばこういう高値とかね、7500ドル付近とか、60.8%、7300円付近とか、まあ、こういったところまで下がってくると、今度は買いチャンスっていうのが出てくるのかなというふうには思います。で、まあ、ここでね、例えばずっとポジションを保有してて、やったかったら、よし、やったぜ、みたいな、これからまだまだ上がるぜっていう、まあ、そういう方はね、まあ、その方向で見ていけばいいと思いますし、ただそこでね、まあ、乗り遅れた、今まで持ってたのに畜生、みたいなね、まあ、そういったふうには決して思わないで、まあ、チャンスはいくらでも来るんでね、仮に上の目線、まあ、目線が変わった、トレンド転換したってことが分かれば、下がってきた方で買えばいいんですよね。これはね、いろんな見方があるので、まあ、一概にどれが正解かってことは言えないんですけども、周りの雰囲気に飲まれて、盛り上がってしまって、余分なポジションを持ってしまう。例えばこういうところでね、今現状を買うっていうのはあまりいい選択ではないですし、仮に買う選択肢を持つとすれば、下がってきたところで買うっていうところですね。もちろんこれ下がってこないかもしれないです。そうなったら、ちゃんと見てればいいですよ。で、まあ、この9000ドル付近どうなるのかなと。仮にこのまま上昇してるとすると、やはりこういったところでは売られやすいんでね、まあ、そこで、売りを仕掛けるとか、まあ、自分のトレード、プランっていうのをしっかりと持ってね、周りの情報に踊らされて、やばいやばい、乗り遅れたらやばいっていうふうな気持ちになって、焦って買うのは良くないかなというふうには思います。こんな感じですね。まあ、もちろんね、こうなるにはもうしばらく時間がかかるでしょうし、まあ、買いにならないかもしれないですし、この9000ドル付近から7000ドル付近のレンジを作るかもしれないですし、それは実際わからないですけども、まあ、今現状の値動きからすると、まあ、4時間足レベルでね、まあ、トレンド転換をしていって、まあ、一旦上を目指す展開にはなりそうかなと。まあ、いったところでね、このチャートを見ていくと、まあ、いい結果は出るかもしれないですね。自分は、まあ、先日からお伝えしている通り、まだ、エントリーしてません。もうちょっと我慢していこうかなというふうには思っています。ちょっと長くなりましたけども、まあ、早朝のチャート観察、まあ、週明けのチャート観察というところで、あれこれとお伝えしました。またね、市場開始の時刻から、まあ、窓を開けて動いていきそうな展開ではあるので、まあ、そちらの方向についていけたらいいかなというふうに思います。それではね、今回の話は以上です。それでは今週も張り切っていきましょう。